西ドイツ国鉄 ET195 系電車は1954年に製造された電車。国有鉄道が所有する路面電車路線に導入され、路線廃止以降は国境を越えて各国の鉄道を転々とし、その過程で電気式機動車に改造された上3回にわたって機関変更工事を受けるという複雑な経歴を持つ車両である。かつて、 ドイツ南部のラーベンスブルクとバイエンフルトの間には 1000mm ゲージの路面電車路線が存在した。1888年に私鉄のラーベンスブルクバイエンフルト地方鉄道が運営する非電化路線として開業した後1910年に直流電化が行われたが経営に行き詰まったことで1938年に国有化が実施されドイツ国営鉄道が所有する。 路面電車路線となった。国営化後以降は、私鉄時代の電車や、戦時中に装備された二軸車が用いられたが、第二次世界大戦後の東西ドイツ分割に伴い、ドイツ連邦鉄道が所有する路線になって、以降に製造されたのが、ET195 系電車である。当時西ドイツ各地の路面電車路線に多数導入されていた、デュワグ製の路面電車で、 観光運転が可能な両運転台車両ながらも、ホームが片側にしかない路線形状に合わせ、乗降扉は片側のみに設置されていた。鉄道線に導入された車両と異なり、西ドイツ国鉄の車両を示す DB ロゴは付けられていなかったが、西ドイツ国鉄の正式名称が車体に記載されていた。1954年から営業運転を開始したが、 わずか5年後の1959年6月30日をもってラーベンスブルクバイエンフルト間の路面電車路線はバスに置き換えられる形で廃止された。しかしまだ新しい車両であった ET195 型は国境を越えオランダのロッテルダム公共軌道へ譲渡されることとなった。RTM は1878年から営業運転を開始した馬車鉄道を起源とする 公共交通組織で 1067mm ゲージの鉄道路線を南オランダに有し、前世紀には本土と各地の島々を結ぶ 230km もの路線網が築かれていた。だが、RTM の路線は全線非電化であり、ET195 系電車がそのまま走行するのは不可能であった。そこで二両の間にディーゼルエンジンが搭載された電源車を挟み、 それによって動力源となるモーターを動かすという三両編成の電気式機動車に改造することを決定した。当初は、他年から譲渡された機動車を用いる予定であったが、1914年制で大枠などの老朽化が進んでいたため、台車を流用した上で新規に製造することとなった。車体は ET195 型と、 ほぼ同型で、ディーゼルエンジンの他に13人分の座席が設置されていた。また、不必要なパンタグラフが撤去されたほか、左右双方にフォームが設置してある RTM の路線に合わせ、車体の双方に扉が設置された。車輪も 1067mm に対応するよう改造され、形式名についても M17 が与えと改められた。 1963年から、平洋軌道区間での営業運転を開始し、ハイタカの愛称で呼ばれていたが、わずか3年後の1966年2月14日、M17 型が使用されていた路線はバスに置き換えられる形で廃止された。さらにモーターの故障を起こしていたため、他路線への移籍も行われなかった。しかし翌年、修繕が行われた上で、 M17 型はオーストリアのチラータール鉄道へ譲渡されることとなった。なお、これが RTM の車両が他の鉄道に譲渡された唯一の例である。チラータール鉄道は1902年に開業した非電化鉄道で2018年現在も観光列車や通勤列車などが走る現役の路線である。 ただし線路幅は、ロッテルダム公共軌道よりも狭い 760mm で、あることから、M17 型から VT1 型、A、サ再度形式名を、改めた車両は、台車の改造や交換を受け、モーターについてもウィーンシデンの中古品に交換され、出力が増大した。1971年から運行を開始し、主に脱却時の予備車として用いられた。1981年には、 消防車との衝突事故が起きたが、1983年までに損傷した戦闘部を含む修復が行われ、翌1984年から大型機動車の導入が行われるようになって、以降も残存したが、1990年代以降、老朽化により、廃車が検討されるようになった。その情報を聞いた、オランダのアウトドルップ RTM 鉄道博物館の働きかけにより、 優勝で譲渡されることとなり、さよなら運転が行われた後、オランダへ向けて陸送された。V17 型が、チラータール鉄道へ譲渡された後、RTM の鉄道路線は、自動車の普及に伴い1968年をもって全廃したが、それに先立つ1965年、車両の保存のためアウトドループ、RTM 鉄道博物館が設立された。 2018年現在は、全長 10km に及ぶ保存鉄道と多数の保存車両を有しているが、その収蔵品の一つとして、チラータール鉄道の VT1 型が到着したのは1999年である。車体や座席の修繕や線 67mm ゲージに代用した台車の再サ,サイドの改造や交換が実施された後、2003年から、 胴体保存運転が開始された。その際、形式名は RTM 時代とも異なる EB1701 MBD1700 EB1702 へと変更されている。ありがとうございます。